Ah, está bien. Está Cristina y está. Ah, está bien. さっき、ハミゴになる。第2部、僕だけいなかったんですけど、最初は参加してない僕とこの人と、カルタ先生もいなかったんですよ、そのレンゲ祭りの時は。で、2部は、そのいなかったメンバーでやるって始まってて、それでやったら叩きやってなって、演奏できるなら演奏しやって言って。 で、結局僕だけがハミゴになっただけの形になって、コンセプトだって最初と違ってますけど、ギターやってます渡辺です。よろしくお願いします。いつ何を言われてもできるようにしとって。言われてないのに。だそうです。では続けて、エメラルドの伝説。 ハッピングよ。私いいじゃなかったら今日いきなり私に帰られたんでしょ。何が来てもできるでしょ。しまった。やるよ。今の前奏もおかしかったけん、えらいちょうど。よかったろ、ひろみちゃん。みんなのやる気がメラメラと。間違いない。もうよ、声が低すぎてね、GSって。低く歌うと電子、高く歌うと電子でね。あんたが歌いや、あんたが歌いやって、もう延々とやってきたんですよ。いや、お願いします。
としてもらいましょうね。ああ、いいよ別に。あの、ジュリエス好きでしたか？好きなグループありましたか？好きなグループありましたか？言うてほしいが出るまで行かれる。殿様キングス、うん、新しいですね、うん、好きなグループありましたか？え？ない。好きなグループありました？え？子供やったよね。私次から歌う歌が初めて買ったシングルレコードだったんですよ、小学校4年の時にね。カーナビーズ違いますよ。あの、皆さんお忘れないように、この子がね、こうやってやったらキャーって言うてくださいね。はい、行ってみましょう。Oh my God.
最後の曲にいきなりよ、フリフリなしのいきなりの最後の曲 MC もなくて MC しようか、何が知りたいです、人生いろいろ、うん、おもろい、おもろいこと言うて急に言われてた、ゆきおちゃんが意外としゃべる、そう、ゆきおちゃん好きよ、もう、レンゲ祭りは、うん、バーバーナイスナイス振り、あの、ゆうとも大活躍で風が強くて、言って喋るよね、私、うん、あの、風が強くて、毎年強いんですけど今回ものすごく強くて、うん、洗濯バサミぐらいではね、うん、いかんで、ガフタテがもう倒れてくる感じで、ガフテープからバリバリに止めて、うん、
で面白いね面白い。いやみんながね止めよる間間が持たんからなんか喋らないかんから。そうそうそう。うわって意味よ。うわ。座布団一つ。川崎さんが包まれますとずっとイリージ。でした。では本当に悲しいんですけど最後の曲悲しいんですけど最後の曲を楽しくやりたいと思います。バンバンバン。お決まりのようにありがとうございます。でも私さっきねありがとうございます最後の曲って言うた時にあ今日アンコール準備してないわいと思ってなので今日やった曲の中からなんかもう一回聴きたいっていうのがあったらそれやらせてもらえたらなと思ってます。終着駅はダメです。終着駅以外でえ何ヤンボー違うヤンボーがいいですか。本当にヤンボーでいいですか。えもうちょっと考える。あ何やったか何やったか何やったか思い出してもうね、今のことが思い出せない年齢が昭和ですよね。何やったっけ。ウォンテッドから始まりました。はい、あなたがみんなで褒め出そう。はよ彼なんでいいんですか。え大丈夫。誰かここで歌いたいっていう人がおったら全然今日やったやつ伴奏できるんですけど。はい、日野さんどう。いやなんでなんで。全然ダメです。全然ダメ。墨田さん一緒に歌いませんか。なんか 何がいいですか。ウォンテッド。ウォンテッド。墨田さん踊る。
え、バラの恋人とかどんなですか？嫌い？嫌いと好きとか言う。え、嫌いと好きだけですよね、これ。え、君だけにってやります？何がいいですか？君だけにはもうあった。まあ、できるとしたら、はい、甘い色くらい。あ、甘い色。まあ、いいですね。じゃあ、すみださんを呼んでみたいと思います。じゃあ、僕、エアギターで。エア、どうぞ、本当に入ってください。うん、エア、エア。弾けないけどね。このギターかぶるようにここに入って。あ、これ貸してもらってもいいけど。繋がってないです。あ、大丈夫です。繋がってない方が幸せ。繋がっとったら困る。困る。終わりにいる。はい。もうそらこっち来てもろてですね。今日は皆さんスマホを持ちでないのか、写真撮ってもどうしようもないと思うとんか、誰も写真を撮ったり動画を撮ったりされる方がおられま…え？あ、あ、ちょっとアンプの調子が…アンプの調子が…大丈夫です、はい、OK、チューニング大丈夫ですか？大丈夫です、失礼します。字見えますか？見えます、見えます。バカにせんとって赤字はソロのみ。あ、すいません、はい、ずっと歌よっていいの？いいですよ、はい、3曲ぐらい。これ元木な、元木、はい、でや、そうです、はい、あ、でいきましょう、はい、お前でお願いします。で、はい、違いますよ、はい、私それ動画撮ろう。これはね、ウケると思うよ。オッケー、はい、オッケーでーす。ちょっと待って、動画撮る、エアギターの動画、エア動画撮るけ、なんでもありやろ。これはエアでもなんでもないってことですよ。いや、音がいいよ、それエアと言わんよな。カッコええな、カッコだけは、うん、カッコだけは。実はね、彼女が吹いてたサックスはね、元の持ち主カレなんですよ。地主です、うん、そうそうそう、ぼお前が持っとったんじゃもったいないけ、売れ売れ、僕は言う。はい、確かに、はい、いい音してましたよ、今日。そうそう、本当にいい音してる、うん、すいません、うちわの話をしてしまいました。ネックが汗ばんでるから見て、そういうのがプロっぽい音出んのにどうでもいいやんですよね。いや、カッコから入る B 型は B 型、はい、私もと思いました、じゃあ行ってみましょう。ギターソロもお願いします。いや、それ、フランといてね。真色長い髪を風が優しく包む、乙女は胸に白い花束を羽のように丘を下り、優しい彼のもとへ明るい
い空、幸せな二人は寄り添う。甘い色の長い髪を風が優しく、したい方いらっしゃいませんか。エアギター、大木正和。もうかまんかったですか。あ、はい。じゃあもう終わってもいいでしょうか。なんかやりましょうか。何を？ヤンボ、じゃあヤンボをやって。ヤンボ歌いたい人います？ギター、ギター、ギター、ギター。すごいこのギター汗ばんどる。汗ばんどる。ごめん、今ちょっと熱演したんで。エアギターを汗ばんどる。今日ね、何十曲かやりましたけど、ヤンボーだけ歌詞覚えれたんよ。あとはやっぱりもう頭に入らんね。で、こっち向いて言うてもいいから、こっち向いて頭に入らんね、うん、覚える気がないんか、覚えれんのかわからんのですけど、覚えれんね。覚えたらね、いきなりふっと真っ白になる瞬間が増えてですね、こう、周りの方に迷惑かけるけんね、はい。では、一曲だけ完全に覚えているヤンボーマーボーの歌を歌います。¡Viva!
ました。はい。